高校時代にいざこう自分の進路を決めようと思った時に一番こうやってみたいと思えるのが保育士でした。卒園した時の担任の先生が、まあ、未だにこう関わりを持ってくださってて、やっぱりこういう先生になりたいなって。もう小学生高学年ぐらいからはもう保育士になりたいなっていう気持ちがありました。人と関わる仕事で何かないかなっていう興味があって、でその職場体験で保育園っていうのがあったので、覚えててくれたんだっていうのが嬉しくて、それがきっかけで保育士になろうって思いました。はい、自分が子どもが好きだっていう気持ちを再確認できたり、やっぱりこう先生って言ってもらえる喜びっていうのをそこで感じたので、やっぱり保育士をしてみたいなっていう気持ちが固まりました。一番身近にあの子どもたちの成長をあのそばで感じることができる。できなかったことができるようになる。子どもたちのできたっていう瞬間に一番立ち会える、間近で立ち会える、自立につなげてあげるお手伝いをしているところで、やっぱり成長が一人一人見られていくので、すごくやりがいがあって、やっぱりできるようになると自分も嬉しいし、まあ、子供も嬉しいし、できるようになったりとか笑顔が見られたりっていうその瞬間がやっぱり私の中でも、はい、すごくこう励みにもなるし、あやっててよかったなって思う瞬間でもあります。できたってこう子供たち の, あの声と笑顔と聞くと、もうよかったねって言って、そこに付き添ってきてよかったなっていうのは、はい、思います。卒園した今でも生徒たちが定期的に手紙をくれたり会いに来てくれたりすると、やっぱりすごく子どもたちの成長を感じることができて、ずっとこう成長を見守ることができる、遠くからでも遠くながらでもこう成長を見守ることができるっていうのが、やっぱりすごく保育士としていいなと。僕大きくなったら純一先生みたいな男の保育士、保育園の先生になりたいって言われたのがもう一番心に残ってます。エリ先生みたいなとかいうところが、まあ、ちょっとついたりつかなかったりはあるんですけど、まあ、保育園の先生になりたいなって思ってくれる子どもたちがいるって、やっぱり素敵だなって思うので、はい、嬉しいですね。はい、保育士の仕事は実際に子どもたちと触れ合って、嬉しい顔だったり悲しい顔だったり、いろんな表情を見れる素敵なお仕事だと思います。やってみたいなって思うところにどんどん挑戦していってください。小さなことで諦めずに、ぜひこう自分の好きなことを仕事として働ける幸せをぜひ一緒に感じれたらなと思います。何か一つでも、得意なこと好きなことを見つけておいてください。保育士という夢を目指して頑張ってください。応援しています。